ディードリッドは小説ロードストー戦記に登場する架空の人物。また同名のテーブルトーク RPG リプレイにおけるプレイヤーキャラクターの一人。書出はコンプティーク掲載のグループスンによる TRPG リプレイの連載記事 D&D 市場ライブロードストー戦記である。当時はアメリカより輸入されたゲームダンジョンズドラゴンズのシステムを用いていた。 ディードリットのキャラクターを作成し、セッションで演じたプレイヤーは、当時グループスに在籍していた作家の山本博である。文庫版ではプレイヤーが変更されている。リプレイや小説において、伊豆淵豊が描いたディードリットの差し絵は、特にそれまでは、先が尖っている程度だった耳が非常に長い耳になったことなど、その後の日本のファンタジー作品における、 エルフのビジュアルイメージの先駆となった。小説本編におけるヒロインの一人である。帰らずの森出身の妖精ハイエルフの女性。精霊を召喚して刺激する精霊使いであり、同時に剣の技量も備える魔法剣士で主人公パーンと長く行動を共にする。外見は金髪のロングヘア、小柄で尖った耳とアーモンド型の釣り上がった瞳が特徴。 ロードスにおける一般的なエルフは争いを好まぬ温厚な性格のものが大半である。同時に自分たちの世界の外に関心を向けない閉鎖的な側面もある。そんな中にあってディードリッドは迷路を介かつ行動的であり、その意志はないより外に向いていた。また看板に滅び行くハイエルフの中でも久々に誕生した最も若いハイエルフでもあり、 感情の起伏が比較的大きい。パーン、エトラの冒険者の一団に加わって、以降は英雄戦争に参加する。あと、かつての仲間である、ウッド・チャックをパーンと共に追う旅を続ける。数年後フレームにて勃発した砂漠の内乱において、風の精霊をイルクと契約を交わし、内乱鎮圧に協力する。次第にパーンと心を惹かれ合う関係になり、 邪神戦争後は故郷である帰らずの森の外れで、館を建て、パーンと共に過ごす。サードシーズンである、呪縛の島の魔法戦士にて、パーンと共に登場。ロードス島に訪れた、リウイたち一行と出会う。エルフに並ならぬ執着を見せるリウイからは、その美貌も、相まってか、熱烈なアプローチを受けて困惑し、それに対して鈍感すぎるパーンの態度に不満を抱いている面を見せる。 最終決戦にて、リウイたちの危機を救うべく、パーンと共に、アイラの呼びかけに応じて駆けつける。剣の技量もそこそこ有するが、精霊を刺激する魔法使いとしての実力の方が、圧倒的に高く、上位精霊とも交信できるほどの実力を持つ。特に風の精霊王人からは、リーードリットのみが故障できる、名のイルクを与えられ、名優となっている。また、 炎の上位精霊、イフリートの知られざるもう一つの姿、フェニックスを召喚、行使できる数少ない実力者でもある。帰らずの森のハイエルフの中でディードリットは、最も若く、次に若いエスタスでも千歳を超えているが、ディードリットがフェニックスを召喚した時、ほとんどのハイエルフはフェニックスを見たことがなかった。エルフの精霊使いの多くは、破壊を司る側面から、 炎の元素を用いた精霊魔法の行使を禁忌としているが、炎の元素が司る、もう一つの側面、再生を知る彼女は、必要とあらば、炎の精霊魔法を行使することをためらわない。いずれも、ロードス島戦記シリーズ、ありがとうございます。